毎度大きにねカッツです。今日もね日曜日の朝っぱらからね思い立ったのでね今日も撮ってみようと思います。で今朝スタートしたのはね桜山トンネルね、そっから出てきて超ローカルに行くかなと思って今日は。でその細浦柳沢線っていう新しくできた道路ね、ここのねこっち側長崎のこっち側大きい道路の右側って言ったらいいかな、わかんないけどこっちの方をね俺もあんまり馴染みがねえんだけどねこう走ってみっかなと思います。であれね小学校側って言ったらいいのかな、そっちの方よくわかんねえんだよねここらね。そしてね多分この間ほら小学校のどこをちょっとだけこうかすめて北なんだっけ北じゃねえや竹寿司さんとこ通っちゃうじゃないですか、そこに行く道路でねえかなと思うんだよね。であやっぱそうだね、こっから入れば竹寿司さんだよね。ね竹寿司さん。そしてね今日はこの間ここを突っ切ったんだけどここを右折してね長崎の大きい通りの突き当たりに小学校のとこにぐるっと回るコースがあると思うんだよね、そこ行ってみっかなと思って出てきました。あの突き当たりのとこね、こっちの方はねあんまり馴染みがねえんだよね。それで高校の時の部活の先輩たちのね家がこっちの方だったので当時はね何回か来たことがあるんだけどその程度で、それこそだからもう何年前っていう感じでね。それ以来なんだよね。で山田高架橋の下をくぐっていくっていうとこです。こっちの方道路も狭いしね除雪ができてなくてね、あほらほらこんな感じで多分いつもこんな感じなんだよねこの辺はね。雪よけっとこもねさ、こっちの方はさ大変だよね。この間それこそ6、7って降って、この間もねいつだか2、3日前に降って、まあねこっちの方は10センチも降れば大雪だしね、その程度だったらまあなんとかかんとかよけたりね電柱のどこにこう溜めとくんだけど、もっと降ってくるとねこっちの方は本当に大変でね雪よけっとこもねえもんね。軽トラでもあってね積んで海がどっかにこんなに行くっつんだらできればいいけどね、なかなか軽トラだってね乗用車はあっこったけどなかなかね、こういう感じでねここをこうぐるっとこう回るわけですよ。多分そうすればこの通りはね山田の武徳殿とか南小のどこね、あこの間ね南小って言ってんだけど山田の小学校はね全部統合して今山田小学校ね南小改め山田小学校と船越小学校の2校だけになったっていうことのようだっけね。でこの擁壁の左側に見えてくっかなうずっかな、これが武徳殿の屋根だよね左側ね。で見えてきた校庭が山田小学校の校庭で左側に校舎があるんだけどね、カメラの画角的にこう入んねっていうね、こういう感じで一周してきたね、なんか長ねこんな感じです、謎だえっていうかね謎だえったって謎でもねえよね、こんな感じでねこう一周してきたっていうことですよ。
超ローカルっていうね、こんな超ローカルな言葉にとってるから、あの登録者数がね伸びねえんだよね。あ、山田の人ほどは分かって見てもらえばいいかなと思うともね、なかなか全国的にこんな山田の超ローカルな路地をねぐるぐる回ったところで何が起きてんのやっていう話でしょ。まあこんな感じでねやってますよ。ということでね、今回はねこの辺にしようかなと思います。またねなんかどっかを思いついたらね走ってみっかな、ね、ということで今回はこの辺までにします。じゃあねー、またねー。